今日就任後の初練習に臨んだ平岡大晃新監督。リーグ戦は残り4節。チームは現在16位で、J2 降格圏の17位との勝ち点差はわずか2です。昨シーズン後半もチームを率いて順位を昇格させた実績を持つ平岡監督は、犠牲心と一体感をテーマに掲げ、チームの立て直しを図ります。僕も愛してますけども、サポーターの方々はもっと愛している人たちが多くいるかもしれないので、その人たちの力を背に頑張りたいと思うので、後押しの方よろしくお願いしたいと思います。